ゴリラ、ゴリラじゃない、ゴリラじゃなくてゲリラです。ゲリラでちょっと始めました。また理由の方はまた後でメールで送りたいと思います。ちょっと急に始めちゃいました。夜もまた配信します、する予定でおりますが、ちょっといろんな事情でこの時間にちょっとやっときます、配信を。こんばんは、また理由は後から言います。後っていうのは配信終わってから。そか、こんにちは。そう、急遽ねちょっとね時間が今できたので配信しました。やっほー、もうこれは15分で終わる。一応夜できる予定だけど、夜できなかった場合の一応しとこうかなみたいな時間ですこれ、うん、もうねせっかく1500日毎日配信してるからという感じで、また理由は後で話します。こんにちは、晩ご飯食べてます。早いですね。今日は何ですか、今日は何ですか、今日のメニューは。こんにちは、今日はとても暑かったので熱中症になってないかちょっと怖いぐらい暑かった。ムシムシ、蒸し暑いしお日様暑いしって感じで。あ、そっか、今声ラジの時間です。そうだ、ゆなゆな、うなちゃんが今日は初木曜日声ラジでございます。申し訳ない、かぶっちゃってちょっと事情ありでございます。オムレツの予定です。おお、いいですね。晩ご飯何時頃なの、もうこの時間に食べてる日もあるけど、今日はこれからまだ食べてない。あ、そんな、今日はおにぎりとかかな、わかんない軽く済ませるかもです。今日の夜ご飯そんながっつり食べる予定はないですね。最近ちょっとツアーなどで食べ過ぎてるから、今日はヘルシーめに済ませようかなって感じです。こんにちは、どうもみんなありがとう、こんな急遽始めたのにありがとう。また夜も配信しますね。何時になるかちょっとわからないんですけど配信いたします。昼ご飯は小粒納豆と一杯の白飯でした。おお、美味しそう、納豆大好き。こんにちは、みんなお疲れ様です。今日も、今日は暑いかなと思って半袖でいました。半袖ちゃんです。めっちゃ可愛いですこの服、肩がこう何スクエアネック、スクエアネックになっていてとても可愛い。そう、今日はラジオがあったので髪を巻きました。でも朝巻いたからもうなんかただのボサボサみたいになっちゃいました。今日はラジオだったのでね、ラジオって言っても顔映らないじゃんラジオって。でも顔が映るタイプのラジオみたいな顔映るタイプラジオだったから、ちょっと朝から髪巻き巻きしてみました。またお知らせします。そう、恋ラジとかもさ写真が SNS になるから顔映るタイプラジオなんですけど、チリパとかも、今日はチリパじゃないけどチリパとかも写真動画とか撮るから、もう大体ラジオもラジオでも顔映るタイプラジオ。こんにちは、みんなこんにちは。
どんな一日でしたか。まだ一日終わってないか。まだお仕事中の方もいるよね、きっと。配信見てくれてありがとうございます。ありがとう。これから筋トレします。わあ、今日も偉い。仕事の作業中なので夜ご飯遠いです。残業な、わあ、まだ仕事、ね、お疲れ様。風邪ひきました。ちょっと大丈夫？チョコモナカジャンボ不足ではない？ハーゲンダッツ不足？アイス不足？熱中症じゃない？大丈夫？水分補給とアイス補給してくださいね。ピノ不足？パルム不足？ソフトクリーム食べた。わあ、いいね、ソフトクリーム。アイス食べます。アイス食べて。アイス、アイス。こんにちは。ちゃんとあのみんな塩分水分糖分補給してください。あとタンパク質、あとアイスアイス補給してください。声出して喉が痛いとかと思ってたら熱が出ました。はい、熱。ちょっと体調不良者出過ぎではない？大丈夫ですか？大丈夫。今からジャイアントコーン食べる予定です。たくさんを食べ。吉野家の唐揚げ、食べたことない。カリカリ系ですか？ジューシー系？ジュワジュワ。喉が痛い。ちょっと大丈夫なの？いや、そう、メンバーも結構体調不調メンバー多い気がする。みんなもうツアーなどで体力を使ってるのか。でも私も今日はもう暑すぎてバテそうです。水分取っても取っても喉が渇いて。そうだよ、リリーブあるからね。パちゃん不足です。パ不足。あー、軽い熱中症っぽい。いや、でも私もなんか予兆があるよ。怖い。急に暑かったから今日。こんにちは。持ってる靴下全部穴開いてた。面白い。すごい。いや、もうそれ多分サイズ合ってないですよ、靴下の。持ってる靴下全部穴開いてんだ、やばい。でも私も最近もうね、何足かやられましたね。でも全部はやばすぎる。おもろ報告ありがとう。買ってあげたい靴下。私物プレゼントで靴下あげたい。全部ってなかなかじゃない？で、親指がこう出ないように小指の方に穴開いた方をやってくださいね。あ、爪が伸びてんのかな。確かに爪が伸びてるか、足のサイズが合ってないか、靴のサイズが合ってないか、なんですかね。でも全部って相当だよ。裁縫まあまあできます。ちょっとまあまあ。あ、まあ、27から29。あ、足が大きいとあんまりサイズがないんか。私は今は結構足のサイズ変わりがちなんですけど、今は 4.5 だから、まあ
25ぐらいまでのなんかあるじゃん、23から25みたいなやつを履いとけば破けづらい。でも24の時もあるんですよ。24から 24.5 とかその辺うろちょろうろちょろ、靴によって違うよ。今日のこの今欲しい靴は 4.5 はでかいけど4だと小さいみたいな。ある。夢マート、私ちょうど昨日夢マートの話ショールームでしたんで、大村新大村の夢マートの話ちょうどね、そうした。なんてタイムリーなの。こんにちは。お、自分で縫って限界まで履いてます。えらい、えらいね。どうなんだろうね、身長高くても足ちっちゃい人っているのかな。私のお母さんは身長高めで足も大きめです。もうお父さんよりでかいらしい足身長もお父さんよりでかいけど足もでかい多分。うん、だから比例すんのかな、もしかしたら。私はメンバーの中でも平均ぐらいの身長だから足のサイズも結構平均ぐらいですね。平均ぐらいの人基本的に比例する。やっぱそう、なんかまあでも人による。こんにちは。そう、メンバー身長高い、あの3期生が高いです。あとノアピがどんどんね身長を追い抜かしていって、成長期だからさ、入った頃よりどんどん伸びてるんですよ。目線が前まで同じぐらいとかちょっと下ぐらいだったはずなのに、なんかちょっと今はちょっとなんか大きいなみたいな。そう、今伸び盛り、中3らしい。今中3だからちょうど伸びてる頃。4.5 ね、身長もっと伸ばしたいな。でも靴のサイズがさ、なんか可愛いなと思ったやつ大体24までとかしかなかったりして、ちょっと悔しいね。え、のーぴ、あさこちゃんも伸びてる。そうなの、めっちゃ伸びてるの。でも今一番高いの、いちごちゃんも大きいもん。いちごちゃんとかゆきりかとかが身長高いかな。一番あかりんさんとかが高い、とっても高いですね。こんにちは。パセイ対恋縮んでないわ。だいたいね、私と愛子の年齢をいじる人は私たちより年上だってね、スタッフさんが言ってて年齢とかをいじってくる人はもうきっともうメンバーよりだいぶ年上の人なんだから気にしないでって言われたから、もう何も気にしないことにしました。こんにちは。そう、多分自分が気にしてるから言ってくるみたいなことを言われて、確かにピンポンだって。え、そうね。こんにちは。お、もうそろそろ15分。早い早いな。ありがとう。これは実践まだわかんない、来週か再来週ぐらいかなって勝手に思ってるけど、わかんない。
テロップ出たね。ちょっとまた夜配信したいと思います。一応念のための配信でした。また理由などは明日のメールとかで書くのでよろしくお願いいたします。みんなありがとう。ゲリラ配信だったのにすいません。時間にもうありがとうございました。それじゃあまた壇上読んで終わりたいと思います。いきます。13位ミツさん、12位アルテミスさん、11位カイちゃん、10位電脳さん、9位良平さん、8位タカさん、7位しんちゃんさん、6位としきさん、5位クアドリさん、4位カメさん、3位スプマンテさん、2位シュンさん、1位いっちゃん、ありがとうございます。お疲れ様、みんなもお疲れ様、一日ありがとうございました。ちょっと急遽だったのでバタバタになっちゃったんですけど、ありがとうございます。それではまた、ありがとう。